藤川球児、阪神に坂本勇人2世。阪神 OB の藤川球児氏が自身の YouTube チャンネル、藤川球児の真っ向勝負を更新。阪神新人選手8人の映像を、火の玉守護神独自の視点でチェックした。ドラフト3位、山田育也内野手のチェックに、山田育也選手。ああ、仙台育英の裏話がありますよ、と藤川氏のテンションが一気に上がり出す。自身の故郷でもある高知県の名門、明徳義塾高野球部を長く率いるアマ球界の重鎮、馬淵史郎監督と、昨年11月にイベントで同席した際、阪神の3位の山田って選手は、めちゃくちゃええでって言ってました。何人もプロに行く選手見てきたけど、めちゃくちゃええ。間違いないと。高校野球の大監督からドンとお墨付きですと藤川氏は明かす。馬淵監督は高校日本代表の指揮官として昨週の U18 ワールドカップを制覇。主に2番ショートとして山田をスタメン起用していた。実際に山田の映像をチェックした藤川氏も、おお、打撃が巨人坂本選手みたいだ。タイミングの取り方は天性と聞いていましたけど、本当ですね。野球センスがすごい。体に芯が入ったら、かなりいい選手になると思うと、巨人のリビングレジェンド、坂本勇人内野手の名を挙げて大絶賛。ブルヒッターなので、浜風が吹く甲子園でもいいしね。ああ、こりゃ坂本だ。バットへの当て感が素晴らしい。自分でタイミングを取れるタイプだから、岡田監督にはもってこいですね。岡田監督も形を決めずに自分でタイミングを取れるバッターだったのでと、18歳の才能に惚れ込んでいた。木浪2世やろ。あっちは真似したらあかん。坂本勇人2世。って言うたらインコース球だけしか本塁打できん欠陥打者で、アウトコースの速球とアウトコースのカットボールだけで攻めれば攻略できる。さ、坂本。工場も入団時は言われてたな。〇〇2世ってたくさんいるし、今までもいたよね。坂本2世、工場の二の舞にならなければよいが。背番号、6。野球のプレイだけにしてくれよ。坂本2世って、もちろん褒め言葉なんだけど、なんだかな。めちゃくちゃイメージ悪くなった。坂本だとこんなの平田勝雄2世でいいだろ。坂本2世、阪神ファンはさぞや複雑だろうな。なんとか2世って大成した試しがないような。藤川さんの言うことはどうもね。当てにならないイメージ。2世と呼ばれて活躍したのはバビル2世くらいじゃないか。アルパンも3世だし。山田くん、センスの塊みたいな選手ですね。いやいや、山田育也1世です。変な穴は掘るなよ。